常山城にやってきました。その昔鶴姫という姫様がいたんですけども、なんとまあこのお城敵軍が攻めて、まあ、かなりねあのもう終わりというかね、もうやばい状態になって、鶴姫も戦わないといけないというような感じになったんですけども、いざその鶴姫は敵の武将と決闘をね申し込もうとしたんですけども断られまして、でまあ自ら自害したというちょっと、残念な、まあ、悲しい、感じの、まあ、ストーリーがあるという、常山城で、こちらがねこの案内板、常山城跡、1554年ぐらいからの、まあ、備中高松城の水攻めがあって、まあ、本堂寺の変があってということで、そこからまた、1603年になったなって、まあ、廃城になった常山城ということで、今現在地がこちらですね。今日はねあのこの辺をうろうろしようかなと思います。昔ねもう3年以上前にも来たんですけど、昼間はね、で夜も来たことあるんですけど、夜も全然雰囲気が違うのと何を撮っているのかわからないということで、今日ちょっと歩いていこうかなと思います。道が分かりにくいですけど、ここですね。まあ、結構ね、まあ、この辺りだったら標高の高い山なので、近くにまあ電波塔があったりしてますね。この目の前に電波の施設がありますね。で夜はここからなんか岡山城じゃなくて岡山空港が見えたりするんですけども、夜というかネオンが、空港のネオンが見えたりね。トイレがあります。駐車場のところにトイレあってもいいと思うんですけども、こういう場所にちょっと離れたところにあるんですね。
常山合戦案内、これですね。また夜来ると昼間来ると全く雰囲気が違いますね。1937年にこの、まあ、他できたっていうことなんですけど、まあ戦前ですね。1937年、建物があるんですけど、これ電波塔ですね。お墓の目の前ですかね、これ景色が見えます。多分ね、この辺整備して景色が見えるようになってるのかな。目の前にあのファーマーズマーケットが見えますね。見えるかな。でその先が、まあ瀬能とか、まあ倉敷の一部が見えてたり、します。ちょっとね、なんかあそこ石垣みたいに、ね、なってますね。わかりますかね、まあ、だいぶね昔のお城なんでちょっとわかりにくいかもしれないですけども、石が重なってるように見えます。おそらくこれがその当時の石垣だと思うんですけど、こうやって道ができてるので、まあ、そういうあの一つのスポットなのかな。まあ、ちょっとあんましよくわかんないですけど、この瓦みたいなものがあります。これかなり古いやつですけど、おそらくその当時のお城の瓦なのかなと思います。他にもね、建物がそんなにあったような感じでもないので、この上に、まあこの腹切り場所、まあ鶴姫がね志願した場所があるということで向かいます。よし、展望台ですね。
ラキリは。お茶の瀬戸内海。綺麗な景色ですね。しました。これは展望台ですね。綺麗な景色が見えます。で、今回お届けいたしました常山城というね、玉野市にある お城跡なんですけども、まあね、結構珍しいお城、序軍が戦ったというねお城ということで、まあ。で慰霊碑があったりとか、まあ、その当時の、まあ、石段とか、石垣とかで瓦、多分お城の、ね、瓦があったりしたんで、まだねいろいろと見どころはあります。ちょっとこの下にだいぶちょっと離れた場所に井戸があったりとか、まあね、見る場所があるので、ぜひ興味ある方行ってみてください。麓から登山的な感じで行くこともできます。で、それがしんどい方は車でも頂上の方に行けることができるので、ぜひ行ってみてください。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。